はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は コンビニで売ってた麦コーンというブレンド焼酎3年貯蔵ワンショット麦コーン、大麦比 10% 使用、焼酎香類おつ類混和の、度数25度のやつですね。じっくり熟成させた大麦原酒とトウモロコシ原酒をブレンド。癖のないマイルドな美味しさです。と書いてあります。でね、これ量が、100ml。少ないですね。で、100円ぐらいだったはずです。うん。健康適量、うまさのワンショット。ストレートで湯割りでわかる、口当たりの良さが自慢です。オンザロック、水割り、カクテルでもお楽しみいただけます。と書いてあります。なんかすげえ、なんかこう、レトロチックな感じなんですが。とりあえず、ストレートでいただきます。その後、扱んでいただきます。開かねえんだけど。うん、ほんなら乾杯。うん。うん。これあれだわ。うん。でも美味しいですね。うん。ブレンド。大麦原酒とトウモロコシ原酒だから。普通の香類焼酎に比べるとちょっと、癖がありますね。うん。うん。うん。結構癖がある。けど、うん。美味しい。で、今日のつまみが、あんず棒。これ先ほど買ってきたんですけど、なんかね、謎だったんで買ってきたんですけど、昔懐かしいの、あんず棒。まあ俺昔もクソも、こんなん見たことないんですけどね。ね、こんな感じの。なんかゼリーなのかなと思いつつ、実はただの、これが液体だったんですよ。さっきちょっと一本食べたんですけど。でですね、これが、飲んでみると、あのね、どう見てもこれ、あんずっていうか、もうプレーンですね。プルーンか。プルーンです。もうあれです。プルーンの味。ミッキープルーンみたいな。うん。プルーンですね、これ。結構美味しい。美味しいは美味しいけど。ちょっと。うん。ちょっと微妙だな。なんか口当たりが、なんか、普通のプルーンの、あれ買った方がいいよ。うん。うん。プルーンの、あるじゃん。俺が前買った、ね。あれ美味しいですよね。うん。では。掴んでいただきたいと思います。で、紙パックっていうのはなかなか珍しいです。
麦コーン。まあ、麦とコーンなんでしょうね。麦コーンでググると。中国醸造。株式会社。これね、20度のやつとね、25度のやつがあるんです。3年間貯蔵したまろやかで純粋な味わいのトウモロコシ原酒の焼酎と風味豊かな大麦原酒の焼酎。2つの焼酎を絶妙なハーモニーでブレンド。ストレートでロックでお湯割りで、まろやかなコクと香りが楽しめます。と書いてあります。まあ一応、酒は結構、あ、芋コーンってのもあるっぽいですね。芋焼酎。芋コーン。見たことない。結構お酒。結構お酒を扱ってる会社っぽいですね。でも、焼酎香類好きな俺としては結構美味しいですよ、これ。度数25度で100円なんで、まあ、100ml ですけど、若干高いですかね。まあ、でも、美味しいか。ホッピーとかに使うのにいいかもしれない。ね。ホッピー、ちょうど俺ホッピーあったんだよな。まあでもこれ、俺これ買ったのがセブンイレブンで売ってたんで、割といいんじゃない？どこでも売ってんじゃねえ？知らねえけど。セブンイレブンでも売ってましたし、そこら辺のスーパーでも売ってました。なんかね、このパッケージがなんか惹かれるんですよね、個人的に。このレトロチック。そんじゃあ、熱燗いただきたいと思います。乾杯。あ、なんか腰つべで上がってるな。麦コーン。CM か？そこそこやった。明日も頑張ろう。そんな時、はい、無理よ。日も手、セラミネタイムでちょうどいい。無理ムチ無理コイ、イモイモイモテ。無理ムチ無理コイ、イモイモイモテ。程よく飲むのにちょうどいい。美味しい。これ広島ですね。なんか。書いてある広島県の会社みたいですね。こちら。芋、この麦コーンと芋なんちゃらっていうのがあって。まあ普通に美味しいかな。まあちょっとしたサイズなんで、小さいんで。まあそれが売りなのか。まあそれで100円ぐらいですからね。やっぱセブンイレブンには売ってるっぽいです。
うん。やっぱり普通の、まあ、ね、大五郎とかそこら辺に比べると、若干香りが強い。ああ、なんと。いう感じではあるけど。うん。うん。個人的に芋コーンの方がいいかな。いいかなっていうか、芋コーンの方がちょっと、見たことないけど、芋の焼酎の方が好きなんで、そっち飲んでみたいんですけど。うん。うん。まあでも、焼酎コーラが好きな人、向けではあるのは間違いないです。うん。あ、ここに書いてあるね。あのね、あれ？あ、あったあったあった。原材料名、焼酎香類が 90%、かっこ、糖蜜とトウモロコシ。で、焼酎おつ類 10%、かっこ大麦。だから、焼酎香類 90% で、焼酎おつ類が 10% と。まあ、ほぼ香類ですね。うん。で、それに、まあ、麦焼酎を加えたって感じなんですかね。うん。うん、まあでも、でもよくよく考えてみると、これ買うんだったら 10%、10対、じゃね、9対1でしょ？ってことはさ、これ買うんだったらこれ、麦焼酎買った方がよくねと、ちょっと思ったんだけど。ね、これでいくと、麦コーンじゃなくて芋コーンは一体どれぐらいの割合なのか。というのが気になる。芋コーン。芋コーン的なやつは。どこだ。芋犬。芋コーンじゃない。芋犬。これも多分。あった。65% が、焼酎香類で、で、おつ類が 35%。まあ、さっきよりはマシになってるけど。それで芋類、芋が 35% と。2013年10月より在庫限り販売。在庫なくなり次第販売終了となりますって。あららららら。もう終わっちゃったんかい。2013年10月だから、もう、見たことないよ、大体。大体見たことないから多分もうないでしょ。あ、芋コーンってのもあった。これ新しく発売したやつかな。ああ、やっぱ 85% が香類。で、芋が 15%。で、度数 20%。はぁ。はぁ、そういうことか。こっちに移行したわけね。多分。芋犬がもう長くなっちゃったと。あら、ちょっと飲んでみたかったな。芋犬。まあでもこれ買うんだったら芋焼酎買うわっていう。オチなんですけど。でも割と 100ml って言うけど、なんか少ないように感じるけど、よく考えてみると、焼酎25度ですからね、結構、なんか、
持つっていうか、うん、持つ、感じはありますね。うん。でもこれロックで飲んだら結構すぐなくなっちゃった、なくなっちゃうんだろうな、これな。うん。まあ、麦焼酎って言うと、イーチコとかが有名ですけど、個人的にイーチコはもう飲んだことあるんで、あれが飲みたいですね。二階堂。ちょっと二階堂を飲んでみたいな。二階堂でくぐりましょうか。これ飲んでみたいですね。麦焼酎、大分麦焼酎。二階堂。ね。こちら飲んでみたいんですけど。ちょっとね、でかいのしかないんで。ちっちゃくても900ml か。しかないんですよね。うん。もうちょっとちっちゃいのがないのかと。ねえ、200ml ぐらいのやつあればいいんですけど。ねえ、イチコは 200ml ぐらいのあった気がするけど。二階堂はない。ですよね。ねえ、確かなかった。うん。イチコ 200ml のあるんですよね。俺が飲んだイチコシルエットってやつね。これなんか違うの？イチコシルエット。普通のイチコとなんか違うの？ああ。ってことは、普通のイチコよくはいいらしいですね。イチコシルエット。そうなんだ。ちょっと若干いいやつってことか。なるほどね。まあ、そんなこんなで。こちらの麦コーンは、うん、でも普通に美味しいんで、四つ星。です。はい。ご視聴ありがとうございました。